皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。それでは今日もリクエストページにある作品を読んでいきましょう。タイトルはこちらです。貴族転生、恵まれた生まれから最強の力を得る、です。作者は三木なずな様です。転生貴族、貴族転生、似たような作品がありましたね。ややこしすぎない？貴族転生でも転生貴族でも結局は貴族に転生するんだろうねってことなんでしょうけれど、タイトルからしてねえ、ただのエリートじゃん。順風満帆な貴族の生活見せられるだけじゃないって思ってしまう作品ですね。努力して何か身につけたり苦難を乗り越えるなんてことはなさそう。そんな物語が一体どう面白く作ってくれたのか楽しみですね。これよりネタバレと多分な批判を含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか、始めますよ。それでは貴族転生のあらすじはこちらです。突然意識も視界もはっきりしている赤ん坊へと転生してしまった主人公。転生前もステータスシステムが導入されていた世界にいたようで、目の前に浮かび上がっているステータスを見てレベル1になっていることに驚いてしまう。そこへ皇帝陛下が現れ、直々にノアと名付けられました。身分は新王となり、なぜか水属性のステータスが E から E+S に変化し、周りの人間からは SS と表記されているように見えるようになった。ただの村の青年だった人が貴族へと転生を果たしたのでした、という感じです。1話でもう正直お腹いっぱいになりました。まず第1に突っ込むのは、主人公は貴族じゃない、新王ってことは王族じゃん。王族転生じゃないですか。いきなりタイトル詐欺しないでくださる。何、ナーロッパって王家の血筋や親王であっても貴族扱いなの？そんなわけないですよね。主人公自身が貴族と王族の違いがわからないというのは全く構わないんですよ。王族の暮らしをしていけばそのうち違いが分かってきて理解すればいいだけなので、タイトルは違うでしょ。貴族は貴族、王族は王族でしょ。作者は自分自身に知能デバフでもかけたんですか？どうしてこんなタイトルにしたのか全く理解できないです。なんなら王族転生の方がサブタイトルとも合っていていいと思うのに。次は主人公に仕えているメイドについて話しましょうか。メイドとして主人の前で平然と世間話をしているのはどうかと思いますが、細かいことはいいでしょう。しかし新郎のメイドをしているのに給金が少ないのでしょうか。メイドがお風呂場でおいとまをいただきたいとノアにお願いしてきたんです。洪水で母親が生活できないから仕送りのために遊郭に行こうと思っていたようです。遊郭ってそんなに給料いいんでしょうか。遊郭に行けばすぐにまとまったお金がもらえるとか、てっきり歩合制で給料が入ってくるものかと思ってました。いや、歩合制だからこそ新郎の元メイドというステータスで売りまくれるのかしら。どちらにしても給料ってそんなに低いの？今まで働いていた分のお金は何に使ってたの？という疑問は残ったままなんですけれどね。母親思いのいいメイドそうに見えて実はものすごい浪費家なのかしらね。この子の性格や状況が全然見えてこないんですよね。取ってつけたような設定の子感が半端ないです。表紙に載っているくらいには重要なキャラのはずなんですけれどね。ちなみにこの問題はメイドの母親に裏門の戸締まりの仕事を普通の男性が稼ぐ金額である10リーインで雇うことで解決しました。あと水害にあった村の土地はノアが50万リーインで買い取って問題解決。一体どこからそんなお金が来たのでしょうか。俸禄が年間8000リーインなのに本当にどこから来たんでしょうか。そんな大金、5万人の男性が働いて稼ぐ金額ですよ。何かしら自分でもお金を稼いでいるんですよね。描写はないですけれど、そんなこんななことがあって都をお供も連れず一人で歩いている新王様、
宦官のシーズという今まで全く登場していない、どんな人物かもわからない文中だけのキャラが売り出し中の歌い手がいるというありえないほど庶民的な話題を振ってきたから気になって一人でバーへとやってきたのでした。なんやかんやあって普通の男性が稼ぐ金額の 2.5 倍を新王様自ら毎月支払う約束をして帰ります。はあ、新王様が一人で城下町を歩くのはどうして？宦官のシーズって誰？登場もしてきていないキャラの名前を出さないで。どうしてそんな庶民的な話をする流れになったんですか？バカ殿的な話ですか？城下町ってどんな風になってるの？へー、人気になってる歌い手がいるんだ。じゃあちょっと行ってみようかな。っていう感じのあのコントですか？でもバカ殿みたいにチンピラに絡まれてボコボコにされるようなことはなく、完全に返り討ちにしちゃういつものナロウ系展開。まだこれ1話の話をしてますからね。内容がギュッと詰まってますね。きつい。こういう感じで何か事件が起きてナーが何かやって、わーすごいってなる物語が続きます。そして1話の終わりのキャラ紹介にてナーのキャッチコピーに皇帝って言っちゃってるんですが、いいんですか？父親である現皇帝が亡くなるって言ってるんですよ。あまりにも不敬な気がするんですけれど、絶対上位者である作者様が言っていることだから関係ないのかしら。悪い部分だけではさすがに皆さんに申し訳ないので、いい部分も言いましょうか。ステータスというものが存在するゲーム的世界ってどうなの？という問題は置いておくとして、きっちりとした数値表記じゃないというのは、そのランク内である程度幅を持たせられて、この数値なのにこの程度？みたいな不都合な部分のごまかしができていいのかなって思いました。こんなゲームみたいなステータス表記自体ない方がいいに決まっているんですけどね。それと父親である皇帝陛下は結構いい父親だなーって思いました。きちんと子供たちの評価ができているし、良いことをしたらしっかりと褒めてくれますし、大体の作品の皇帝陛下って悪者って感じですから、普通に名君っぽく感じました。あと作画は純粋に良かったと思います。キャラは可愛らしかったですし、分かりやすい内容になっていましたし、頑張って描いてくれたのではないかと思います。はい、以上。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。